はい、どうも、くまさんです。今日のニュースはこちらということでですね、速報行くよ、速報行くよ。なんとですね、はい、TBS のですね、キャスターがですね、ロシア大使のガルージン氏にですね、突撃インタビューね、これ、内容はもちろんですね、ウクライナのですね、ブチャ近郊で行われ、ロシア軍によって行われたですね、ブチャのですね、大量虐殺、ね、ジェノサイド、これについてあんたどう思うのというですね、もう超絶ドストレートな質問をですね、するというですね、この直撃取材ニュース、これ記事になりましたので、もうこれを読み上げていこうかなと思うんだけれども、もうね、この質問に対してですね、ロシアの大使ガルージンさん、嘘800、もう嘘つきまくり、嘘というかですね、もうね、認めることができないんですよね。民間人をですね、一人でも殺したらですね、国際法的にはですね、これね、犯罪でございますからね、まあ、国際法違反ですからね、これね、たった一人の民間人の殺害もですね、これ認めるわけにはいかないんですよ。だからですね、プーチンからですね、これね、もう何としても認めるな、絶対に認めるなっていうね、指令が間違いなく出てるんですよ。ほんでですね、これね、またね、で、認めないんであればですね、それっぽいことを言えばいいのにですね、何も言わないんですよ。嘘だ、でっち上げだ、認めない、嘘だ、でっち上げだ、認めない、もうこれの繰り返しなんですよ。もうね、本当に違うんであればですね、それっぽいことで理由ね、いやいいんだけれども、これね、喋れば喋るほどね、ボロが出るからね、だって嘘だからね、喋れば喋るほどね、ボロが出るからね、とにかく認めるな、認めないというだけ言ってこいという、こういう指示が出てるんですよ。だからね、もう途中でですね、オパユのキャスターがですね、もうブチ切れてるんですよ。しかもね、これね、今回ね、このね、TBS のね、こう突撃取材のキャスターってこいつだぜ。はい、金平さん、はい、ね、私この男大嫌い、これもうオパユの代表的なオパヤでございますから、これね、星の方はこの男のこと大嫌いなんだけど、この男ですらですね、あんたちゃんと答えろってそちらぶち切れてるんですよ。いやー、そういうことよ。ほんとそうだよ。このね、もう、オパヨを代表するですね、このね、マスコミのクソオパヨのですね、僕の大嫌いな、金平さんですらですね、もうさすがにですね、このロシアのブチャでのこの殺害、これはもう認めざるを得ないんでございますよ。ねえ、これオパヨですらもう認めざるを得ないというこの状況ね。だからね、このオパヨのね、キャスターのね、金平さんですらですね、このロシアのガルージンにぶち切れてるんですよ。途中からちゃんと答えないから。ね、わかりますか？ロシア傭兵の皆さん、プーチンは光の戦士とか言ってるですね、マブチさん最高とか言ってる方々、あんたたちね、今ね、金平よりアホだよ。うん。金平よりクズになってますからね。もうこの状況を理解してくださいよ。戻っておいで。昔は我々一緒にですね、トランプ大統領を応援していたじゃないか。戻ってこい。また一緒にですね、もう大きな声を上げようよ。ね、ほんとね。俺ね、また一緒にみんなと応援してんだよ。な、戻ってこい。はい。ということでですね、これ、煽ってんのかとか言われてしまいますけど、俺ね、本心でですね、戻ってきてほしいのよ、ほんとに。はい。ほんとだよ。うん。ね。うん。だからですね、これね、金平よりもですね、今やばい発言をしているんだ、俺たちはということにですね、気づいていただきたい。私、気づいていただきたいんだということでですね、この TBS のですね、この衝撃的なですね、このね、インタビュー記事、ちょっと取り上げていきますよ。いきますよ。いっちゃうよ。はい。虐殺はですね、自作自演のでっち上げ。はい。民間人の死者は、ウクライナ政府の無責任な政策の犠牲者。来ましたね。お前たちがぶち殺したくせに、よう言うわ、この野郎。はい。中日大使ロシアが語ったですね、認識ということでですね、衝撃だよ、これ。マジで衝撃ですよ。要するにですね、ロシア大使というですね、非常に地位の高い方がですね、もう、堂々と嘘をつくと。ね、認めたらロシアが終わったしもんだから、堂々と嘘をつくというですね、衝撃の記事になっております。いきますよ。すごいよ、本当に。はい。ウクライナ首都の、キーウ近郊にあるブチャで、多くの市民の遺体が見つかって、ロシア軍による虐殺行為と非難をされていますと。で、ロシア政府の認識はどうなんでしょうか。報道特集の金平キャスターが、はい、オパヨの金平だよ。この金平ですらですね、唖然とする嘘でございますからね。はい。中日ロシア大使の、ガルルジン氏にですね、単独インタビューをいたしました。はい。大使館編集の映像を見せてですね、自作自演のでっち上げだというね、ご主張らしいですよ。はい、いきますよ。はい。ガルルジンさん、はい。金平さん、どうもご無沙汰しておりますと。はい。やっぱりオパヨ同士ですからね、何回か顔を合わせているんでしょうね。うん。で、7日のですね、中日ロシア大使の、ガルルジン氏がですね、報道特集の取材に応じました。そして金平氏、ね、ガルルジン大使、率直にお聞きしますけれども、ブチャで虐殺があったことは認めますか？お、来ましたね。ド直球で、剛速球だね。金平なかなかやるじゃない？うん。で、ガルージンだね。ガルージンだね。はい。認めないです。はい。そもそもですね、第二次世界大戦後、最も虐殺、残虐な虐殺、軍事犯罪、戦争犯罪を起こしているのは、ゼレンスキー政権です。ロシアにですね、泥を塗るために、意図的に挑発的な事件をでっち上げたのは、ウクライナ側ですと。おやおやおや、おかしいぞ。ということはですね、ウクライナ政府がですね、ウクライナ人を殺したというですね、もう訳のわからん主張してらっしゃるのかしら。
そういうことなのかしら。はい、でっち上げたと断じたガルージン氏ね、用意されていたモニターにですね、このロシア大使館が編集したという映像を映してですね、嘘の説明を始めました。はい、タイトルはですね、ブチャ氏の真実。あれ、なんかどっかで聞いたタイトル、まあ、いやどこ、はい、ガルージン駐日ロシア大使、はい、遺体が見つかったのと、同じ通りでございますと、誰もいないですよね、遺体とかと、つまり明らかにそれがウクライナ当局によるですね、挑発で自作自演のでっち上げですというですね、お前誰がお前虐殺した側のロシアのね、そんな情報信じるかボケーという話でございますな。ロシア軍がですね、撤退をした後に、ウクライナ側がですね、撮影したとする映像を示してですね、ブチャの通りにはですね、遺体がなかったと主張いたしました。金平キャスター、なんと会社のかな、はい、私たちの仲間とか日本のジャーナリストとかそういう人間が実際に何があったのかというのをですね、現地で住民から聞いているんですよ。遺体も見ましたよね、それがでっち上げだと言っているんですか。はい、ガルージンなんて答えたのか。はい、遺体がですね、ロシア軍に殺されたというところがですね、でっち上げなんですね。無防備の市民を殺してですね、街の通りに置いたという事実はですね、ないということだけを言っていますと。なんでお前がそんなことを言い切れるのかな。はい、金平さん食いつきます。はい、事実がないというのはですね、どうしてあんたにわかるんですか。はい、ガルージンなんて答えたのか。はい、それがですね、あのロシア軍の発表だから。はーん、はーん、なーにそれ、なんて根拠ゼロの主張なんでしょうか。はい、金平さん、ここでですね、煮えたぎってまいります。はい、私の仲間が取材をした内容を信じたいと思うから言っているんですよ。私はこれ仲間を信じておりますよ、私は、と言ったわけですね。それはガルージンさんがね、こう言いました。はい、勝手に信じてください、どうぞ信じてください。私は信じていません。あんたたち嘘ついてます。それだけです。わかりますかね。もうちょっとね、根拠のあるですね、解消すればいいんですけれども、認めない、信じない、それは嘘、でっち上げ。もう、これしか繰り返すなんだよ、こいつ。な、もうこれ以上のですね、余計なことを言ってしまうと、100% ボロが出るから。だからなんですよ、うさんくさいでしょ。はい、民間施設への攻撃も認めない、外交官の追放は無責任。来ましたよ。うん、ウクライナではですね、マンションがミサイル攻撃を受けていたり、ショッピングモールが爆撃されたりをするなど、数々の民間施設がですね、被害を受けていますね。しかし、ガルージン氏の認識は違うわけでございます。はい、ガルージンさん、なんて言ったのか。はい、我々がですね、攻撃をしているのは、軍事施設だけで、民間施設ではないです。はい、すごい嘘言うだろう。もう、どんだけ映像がね、もう、荒廃してですね、もう街並みぐっちょんぐっちょんになってですね、もう、本当になんか、何これ、ウォーキングデッド?ウォーキングザデッドの世界ですかという、なんかもうそういうですね、映像がこれほど流れているにもかかわらず、私たちが攻撃しているのは軍事施設だけです。よう言うた、お前ほんとすごいな。もうロシア人怖いね。うん、金平キャスター、そんなことはない。はい、ガルージンさん、それは金平さんの意見です。違います、全世界の意見です。はい、そして金平さんね、私の意見ではなく、私たちの仲間が、私たちの同僚が取材に行ってきて、例えば病院とか民間施設がですね、破壊されている現場で実際に目で見て取材をしてきましたよ。はい、ガルジンさん、なんて返したのか。うん、それはですね、なぜ起きたかというと、ウクライナ軍が学校や病院から一般人生徒たちを追放して、それを軍事拠点としたからです。はい、これ昔からこれ言ってましたね。金平キャスター、そんなことはありません。入院をしていた方がたくさん傷ついたり死亡した人もいましたよ。ガルジンさん、そんなことはありません。だからお前がなんでそんな強気でいるんだ、この野郎。これね、これまあ認めてしまうとですね、国際法違反というのをですね、堂々とですね、ロシアの大使が認めるということなんで大事件になっちゃいますからね。もうなんとしても認めるかというですね、この橋本徹もびっくりのですね、強情さでございますよね。国連はですね、7日までに死亡した民間人の数をですね、1626人と発表いたしました。女性が245人、子供が69人、性別不明の遺体はですね、831人に上りました。わかりますか？性別不明っていうのはどういうことかわかりますか？ぐちゃぐちゃってことです。許せるか、こんなの。はい、こうした民間人の犠牲について記者が聞くと、アイガルジン、その方々は残念ながらウクライナ政府の無責任な政策の犠牲者ですと。何を言っとるんだとね。これでですね、金平さんまたぶち切れます。手を下しているのはロシアの兵器であってですね、ロシアの戦車から放たれたミサイル、またですね、巡航ミサイルで死んでいるじゃないですか。はい、ガルジンさん、それはあなたが言うことです。ロシア軍は軍事施設だけを目的にしていて、民間の施設を目的としておりませんね。わかりますか、これね。問い詰められた犯人がですね、もうね、これ以上喋ったらボロが出るから、同じことを繰り返すっていうですね、まさにあの現象が起こってますよ。はい、最後までですね、民間人に犠牲が出ていることへの責任を認めませんでした。はい、日本政府はですね、8日ロシア大使館の外交官ら8人をですね、追放すると発表しました。各国が相次いでですね、追放に踏み切ったことについて、ちなみにですね、日本は8人追放しておりますけど、全世界で合わせるとだいたい今ですね、443人かな、
453人、443人くらいの人間をですね、すでに世界各国で、合計で追放しております。はい。ガルージン駐日ロシア大使、推定無罪、ね。推定無罪という西側流の民主主義の大原則が、あるいはいかなる国の、法律体系の大原則は、一体どこに消えてしまったのかということをですね、むしろこちらから聞きたいんですよ。何を言っとるんだ、何を言っとるんだ、推定無罪、あれだけ映像があるのに、頭おかしいのかしら。外交官の追放はまず無責任である、非効果的である。そしてですね、西側がロシアを圧迫するために、もう単に手段がなくなっているということをですね、示していると思います。バカ野郎、お前はエネルギーの金融がまだまだあるわいと、ね、エネルギーに関してはですね、今年はですね、ロシアですね、なんと3割売上が上がるというですね、異常事態が起こっておりますけれども、これがですね、ロシア経済を支えている元なんだよね。だからこれね、ロシアの生命線を断つにはですね、エネルギー完全禁輸、これでですね、ロシアの、ね、息の根では止まるんだよね。まあ僕たちの電気代も4倍くらいになると思うけどね。はい、まあいいや。で、もちろんですね、私は、その類の措置をですね、厳しく糾弾していますという形でですね、これも完全に炎上案件でございますから、ヤフコメもですね、さすがにね、もうコメントがつけられないという状況になっております。はい。というわけでですね、これで、ね、わかりました。この一連の流れ読んでいただけただけでですね、完全にですね、なんだろう、犯行を認めない犯人ね、犯行を認めない犯人と全く同じ反応していますね。これがロシアの正体ですよ。ね、もう皆さんね、早く気づけ、早く気づけ、ね、早く気づいてですね、日本人またみんなでまとまってですね、ロシア出ていけ、中国出ていけ、異様じゃないですか、異様じゃない、何をロシアのプロパガンダに惑わされているんですかね、気がつきましょうね。今ですね、皆さんの主張をですね、大嫌いなこの金平ね、おぱよ代表キャスターね、これ金平と、よりもで、金平よりもですね、金平よりもですね、ちょっとアホっていうですね、まあ、そういう立ち位置に皆さんいらっしゃるということをですね、早く気づこうな、早く、炎上する、また炎上する。でもね、俺ね、みんなでまとまってですね、ちゃんとね、ロシアを糾弾して、ロシアをぶっ潰してですね、ついでに中国もぶっ潰したいの。だから早くこっちへ戻っておいでということで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。あーもう炎上さ、炎上かな、まあまあいいか、まあいいかな、誰かが言わんといかんもんな。というわけで、クマさんの動画を終わりたいと思います。バイ。